納めた税金の一部が不明となっていることを公表してから約4ヶ月、日南市は謝罪会見を開きました。本日は市政等の収納不明金について全容が判明しましたのでご報告させていただきます。最終的な判断としましては、お配りしています資料の通り、職員の公金横領として断定しました。これまで皆様には当該職員の状況や捜査機関との関係で詳しい内容を発表できませんでしたので、これまでの経過を含めてご説明をさせていただきます。昨年8月末に3件の収納不明金が発覚し、発生原因の究明に向けた個別の調査を進める中、10月に3件、12月に2件と連続して発覚する事態となりました。で、こうした事態を受け、市では関係庁票等のチェックや対象者である納税者の方々への聞き取り、市政等の収納事務に携わるすべての職員への聴取を複数回行うなど、慎重かつ着実に調査を行ってまいりました。で、特に当該職員への聞き取り調査につきましては、8月以降計6回にわたり聞き取りを行いましたが、不明金への関与に関しては一切認めない状況でした。で、このような中、調査が長引く可能性もありましたので、この時点で一定の報告をするべきとの判断で、12月11日の記者会見にて7名の方が対象となり、58万2800円の収納不明金が発生した事実を発表させてもらいました。その後、調査案件のうち1件につきましては事務上の誤りで発生したものではないと判断し、昨年末に日南警察署に被害届を提出したところです。昨年末です。で、このような状況であったため、皆様への発表も差し控えさせていただきました。その後も滞納者の方全員を対象として収納不明金の有無について調査を行ってまいりました。で、こうした中、被害届提出直後の12月末に入院していた当該職員が本年2月末日に退院したことから、3月6日に調査事実に基づき聴取を行ったところ、横領の事実を認めたところです。で、自ら認めたことにより市として公金の横領と断定しました。最終的な被害状況としては14名の方が対象となり、金額としては126万1200円となったところです。で、今回の横領につきましては、本人から被害額全額の弁済はありましたが、本日付で当該職員を懲戒免職処分とし、事の重大さを考え、日南警察署に告訴状を提出することにいたしました。で、また、直属の上司及び元上司の管理職2名を指導監督不適正として戒告処分としました。今回、現職の市職員が公金を横領するという事態を招き、誠に遺憾であり、多くの関係者や市民の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけすることになり、深くお詫びを申し上げます。今後、市民の皆様の信頼を回復するため、今回の事態を一職員の問題ではなく、市の組織全体の問題と捉え、第三者を含めた再発防止に関する委員会を設置し、公金管理体制の強化を図るとともに、職員の公金粛清、含む規律の徹底に万全を期す所存でございます。最後に、行政を預かる者として、責任を痛感するとともに、今回の事態を重く受け止め、私と副市長の給料減額の条例改正案を6月定例会に提出させていただきます。最後に、改めて今回市民の信頼を支持する打ち合いをいただきました。改めてお詫びを申し上げたいと思います。国民健康保険税が66万8300円、固定資産税が
29万700円、私権民税が26万1200円、後期高齢者保険料が19600円、介護保険料が14200円、軽自動車税が7200円、計の126万1200円。これまで日南市におきましては過去就任前病院の方でですね、数千万単位の横領事件が起きてまして、その時の当時のそういった事例がありますので、そういったところを 見ながら、今回、どういったレベルでですね、今回の事態を受け止め、減額するのかということを決めていきたいなというふうに思います。大きなところで再発の申し委員会については、民間金融機関や公認会計士等と、金融機関などを考えてます、民間の方に入ってもらう、役所の中だけにやるんではなくて、外部の専門家を入れようと思ってますけれども、詳細につきましては部長に説明してもらいます、はい、総合政策部長の松山です。再発防止策の件なんですが、もちろん先ほど来あります税務課においてはですね、いろんな再発防止策を講じないといけないと思っています、窓口においてですね、領収費の取り扱いをレジ担当に補課するとかですね、あと市の控え調書のですね、総合チェックとか、要するにマンパワーでできる部分はもうすぐにでも始めたいと思ってますし、今現在も改善している部分もございます。それからやはり市全体といいましょうか、全庁的な見直しも必要だと思ってます。公金の取り扱い、それから準公金ですね、協議会の補助金とかですね、そういったところもございますので、それについては今市長が申されたようにですね、第三者をしっかり入れる形で委員会を立ち上げて、5月中を目途にですね、やりたいとは思っております。委員会の立ち上げをですね、その場でしっかり検討をしたいというふうに思っています。